広島電気軌道100系電車。広島電気軌道100系電車。広島電気軌道100型電車は、広島電鉄の前身事業者である、広島電気軌道が、同車路線の開業に際して1912年、大正元年に申請した電車、路面電車車である。本形式は101から150号車として落成し、後年車名を、広島ガス電気と改めた後に、 A 型の形式称号が付与された。本校では A 型の形式称号が付与される以前の101から150号車について広島電鉄車種などの表記に従って100系として記述する。また、本校では100系の主要機器を流用して反抗性車体を申請した450系電車についても合わせて記述する。 広島電気機動の路線開業に際して、1912年、大正元年11月に101から150、101から130は、初代の50両が東京、天野の工場において申請された。屋根部の構造をダブルルーフ仕様とし、オープンデッキ構造を採用する、木造車体を備える四輪単車で、側面に客用扉はなく、 前後デッキと客室の間に開閉扉を備える。前面下部には救助網を備え、幕板部には行き先表示膜を設置し、前消灯は前面装庫に取付式のものを一等装備した。終電装置はトロリーポールを採用、当初はダブルポール仕様であったが、1933年、昭和8年にシングルポール仕様に改められた。車体塗装は、 能力一色塗りとされ、前面コシータブの向かって、右側に車板を表記し、側面コシータブには、漢字の、広瀬を図案化した広島電気軌道の車掌を設置した。101から150は1912年、大正元年11月23日の市内線開業に際して、運用を開始した。その後、大阪市電気局より譲り受けた101から110。 いずれも2台、後の B 型電車の導入に先立って、1920年、大正9年に車番を1から50と、改版した。翌1921年、大正10年に、宮島線の開業に際して申請された C 型電車の導入に伴って、車番はそのままに、形式称号が A 型とされ、1925年、大正14年に、車体側の車番表記に、 A の文字が吹き出た。また、同時期には、車体塗装が濃褐色、マルーン1色塗りに改められた。1937年、昭和12年に発生した、仙田町車庫、現、千打車庫の火災において、11.1419.27、30から32.344から46の、計11両が被災消失した。同11両は、 復旧に際して B 型の交代化改造車である400系電車と、告示した張り上げ屋根、大型窓仕様の反抗性車体を自社工場に置いて申請し、450系450から460と形式区分されたが、450は落成後間もなく461へ改版され、車番を451から461と再編した。 残る39両は1939年、昭和14年に101から139、101から130は3台と改版され、同時に形式称号も A 型から100型へ改められた。また、1941年、昭和16年には100系、450系とも、終電装置をトロリーポールからビューゲルへ換装した。これは九百四十年、 昭和15年4月より100系4両に100系1両の終電装置をビューゲルに返し、試験運用を繰り返した結果本採用に至ったものである。1945年8月6日の広島市への原子爆弾投下によって、100型は電鉄前、現、広電本社前付近を走行していた108電車宮島駅、現、広電宮。 島口駅に停泊していた106.130は被災を免れたが、その他は全車とも何らかの被害を受けた。また、450型は453.457、458.461の4両が大破し、その他の7両も何らかの形で被災した。450型は被害が警備であった455.456が1945年。 昭和20年10月に復旧し、その他の給料も1948年、昭和23年8月までに順次復旧された。100系のうち15両は100型として復旧されたが、105.108の2両は復旧に際して450系462.463へ改造され、1949年、昭和24年6月に竣工した。 462.463は、戦前製の451から461と、ほぼ同一の車体を備えるが、客用扉が451から461の折、扉から一枚引き扉に改められた点が異なる。また、一旦100型として復旧された119.12例についても1950年は25年8月に450型へ再改造され、 462.463と同一の車体を申請して464.465と改版、編入された。残る100系22両は復旧対象から外れ、1951年、昭和26年1月19日付で一斉に除籍処分された。なお、前述した被災を免れた106も同日付で除籍された。以上の線を経て、 100型は101.10207.121126.129 10 1 12 12から131.133から135.138139の、軽重産量が残存したが、状態の悪かった121.133135の産量が1951年、昭和26年7月25日付で車となり、 同年12月20日付で1 2 9 1 3 4 1 3 1 1 2 6 3 8 1 3 9 3十を103から106.108から110いずれも4台と改版し、車番を101から110へ再編した。その後、800系電車、初代など大型ボギー車の導入に伴って1953年、昭和28年までに 全車とも運用を離脱、工作者、事業用車へ改造された1 0 1 1 0 7百0 8の3両を除いて廃車となり、その後工作者へ転用された3両についても解体処分された。450型は四輪単車としては、比較的晩年まで運用されたものの、1965年、昭和40年12月に458.459が、 1969年、昭和44年10月に残る全車が廃車となり、形式消滅した。100系、450型とも除籍後は全車とも、解体処分され、現存する車両はない。1984年、昭和59年に、100系の外観を模したレプリカ車両100系、電車、2台が申請されたが、前述の通り100系。 450系とも廃車後は全車解体処分されたため現存者が皆無であった。そのため主要機器は生体保存されていた150系157より流用し、車体はわずかに残る外部写真と単純な形式図を参考に実車を知る広島電鉄 OB からの聞き取り調査や他とにおける復元車両の調査結果などを加味して設計、製造された。 したがって、100系2台は、保安上の問題から車体を反抗生とした以外は、100型を忠実に再現した車両ではあるものの、100型と100系2台との間に、技術的関連は存在しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。